このナイフが料理に適してるかっていうのを試すために、玉ねぎのみじん切りとネギのみじん切りで料理に適してるかどうか分かると思うんで、今から実際に切っていこうと思います。こう曲がってるラインが結構一緒じゃないですか。うん、寒い。うまい。これちょっと最近ハマってて、スノーピークのチタンのダブルマグで、あったかいものとか冷たいもの入れたらめちゃくちゃ保温してくれるんで、あったかいものを入れたら大体1時間ぐらいはあったかいですね。めちゃくちゃ気に入ってます。あ、これはまあいいんですけど、はい、ついにですね、ついに届きました。こちらです。わかりますかね、ペテカの料理用のナイフです。これ12月の初めぐらいに注文したんですけど、なかなか売り切れで品薄ということで、なかなか届かなくて、ついに今日届きまして、緊急に今動画を撮っています。いや、めちゃくちゃテンション上がるわ。なんでこれ僕が欲しかったかっていうと、キャンプで料理するときに大体この有名なこのオピネルのナイフで料理してたんですけど、これって皆さんぶっちゃけどうですか？料理するときになんか結構切りづらくないですか？でそれでいろいろ調べたら、このペテカのナイフが包丁のこの刃のラインなんで、すごい切りやすいっていうので好評なんで買ってみました。比べたらちょっと分かるんですけど、そうですね、こうやって裏返してみたら、こう曲がってるラインが結構一緒じゃないですか。ナイフのこういう形状のやつって、まあいろいろ枝を切ったり草を切ったりっていうのは、こういう、まあ、日本でいう鎌とかナタとかってこういうちょっとこうなってませんか。でこういう草を切ったりっていうのは、こんなこういう曲がってるやつが力がここにちゃんと伝わるんで、バーンって枝とか切りやすいんですけど、いざこれ料理となるとネギとか切るときに切れなくて繋がっちゃうんですよね。ここの手が当たって切れないんで、こう引いて切らないといけなかったんですよね。まあ、すごい伝統的なナイフでめちゃくちゃかっこよかったんですけど、なかなか切れなかったんで、いろんなナイフを探してたら、フェデカのナイフがすごい料理に向いてるっていうので買ってみました。この柄の部分が、材質もいろんなやつが売ってまして、僕は天然の木を使ったこの柄のやつを買ってみました。すごい手に馴染んで、使うたんびに経年変化でだんだん渋くなってきて、自分オリジナルの一本になるナイフです。このナイフはこういったものが最初についてるんで、ネジの部分を回して分解して洗うこともできるんで、すごい衛生的なんですよ。でここのネジを回してハンドルの締めたり開けたりっていうのをここで調整します。でこれと一緒にこのレザーケースっていうやつも買いました。こちらも素材は無垢のヌメ革を使ってるんで、だんだんこちらも使い込むほどに経年変化でだんだん味わいが出てくると思うんで、すごい楽しみです。あと日本人ってあんまり包丁ってこういう形状をあんまり慣れてないじゃないですか。だいたい普通の家庭はこういう形の包丁を使ってると思うんで、それでこうやって切りやすいのもあると思います。まあ、欧米とかってナイフの文化なんで、器用にこのオピネルでも切ると思うんですけども、なかなか日本人ってなかなか慣れてないんで、こっちの方が使いやすいですね。ちょっと危ないんでちょっと畳んで置いていきます。今日はですね、実際に野菜を刻んでいこうと思います。このナイフが料理に適してるかっていうのをですね、試すために、一番分かりやすいのが玉ねぎのみじん切りとネギのみじん切りで、大体料理に適してるかどうか分かると思うんで、今から実際に切っていこうと思います。その前にちょっと
歯の切れ味がちょっと甘いんで、ちょっと今からちょっと研いでいこうと思います。はい、取れてきました。やばいですね、めちゃくちゃ切れ味がいいです。それでは実際にどんだけ切れ味がいいか試していこうと思います。はい、いかがだったでしょうか。こういう形状なんで、こう指も当たらないし、あの本当に包丁感覚で使うことができました。最高です。これからですね、このフェディカのナイフを使っていろいろキャンプ料理を作っていこうと思います。最後までご視聴していただきありがとうございます。もしですね、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたの動画でお待ちしております。バイバイ。